はい、リシ君。はい。来ました。ロケットアマチュア無線本館。面白いものがありそうですか、ここは。でこれ初めてなんだよ、うちな。こっちは違うんだよね。そっちは絶対違う。これね、なんかアダルト DVD って書いてあるから、うちに用があるのは多分こっちだ。行ってみましょう。すごい。うちこれさ、パッと見やるの、ここから見たら釣り具屋さんに見えるんだけど、釣り具じゃないでしょ、これ。すごいな。そんなこと言ってきたら、両一がどうする？怒っちゃう？両一、いやだって色的にも思いっきり釣り具屋さんなんだけど、両一の今まであのアマゾンのさあれ探してネットで見たものがすごいずらりあるねこれ、うん、これ全部アンテナ、うん、すごい。でもこれ見やすいねこんだけね、すごい綺麗で見やすい。全部これアンテナ、うん、なんかこれなの、あマグネット、マグネットベース、お母ちゃん買ってよこれ。車の前にさこのアンテナピッ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 してるなるほどね。すごい、いくつあるのこれ。あれ、ほんとこれ本当か、永遠なのかこれは。これ全部これ繋げるやつなんだね。よし、これ何これ、これアンテナ、アンテナ、これでやる人も面白いね。はぁ、うん、何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 、こうなんです、あんまり知らんようになる。すごいよこれ。はあ。やっぱりうちこれ面白いもんかだよな多分な。すっごいね。全ハードの運転トランス。すっごいなこれ。うち、うちうちうち。こっち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 。それやりたいがために無線やったんでしょあなた。本物初めてじゃない？ほとんど動かないんだね。じゃあありがとうって言ってみて、せーの。すごい。エジソンに憧れ、電信技師に憧れ、ここまで来ましたけど。はあ、すごいね。楽しそう、すごく楽しそう。ここで楽しそうにする小学生なかなかいないんだ。あ、ごめん、中学生だまだ小6の頃のあのイメージが。ちゃんこれ、ここだね、これ、ここね、押すんじゃないの、これ、トトロロの連続でこっちがつ、あー、ね、ハイレベルな世界だね。すげえ、バイクももちろん当たり前のようにいっぱいある。これハンディか、レジあるよ。ID51 とか ID31 とか。何やこれすごいよ。うん？やめて。うん？なんか、え、何？何何？これね、アンテナ、そうだね。どう？ごめん、面白い。かなり面白い。すごいね。はぁ。アマチュア？アマチュア？すごいね、こりゃ。両親にとっては天国でございます。これからこの世界になってくるのかな。全部アンテナ、全くわかんない。すごいな、これからこうなってくるのかな本当に。はあ、父ちゃんもなんかいろいろ作らんだなこれすげえ、すごい。ホームセンターでなんとかできるのかなこれ。これからですな、これからこうなっていくんですね。あ、ここら辺は作れるな、これは作れるな、うん、これが父ちゃんの得意とする分野だ。これは無理だぞ、さすがにこれは作れないのこれ。ほわー、いかがですかりゅうちくん。これ全部アンテナ、ベランダ。ああ、我が息子はどこ行く。すごいね。ありがとうございました。